はい、こんにちは、ペソでございます。天道続きやっていきたいと思います。ではね、早速、長時さん、長時さん、あ、小笠原長時さんね。はいはい。吉本さんは、あ、ノブトラさんもいる。キーエさん、アーケさんは、こっちでやった方がいいね。さんと二人、いっぱいいますよね。さんを岡崎城なんでね、岡崎城でやった方が早いですよね。さんはね、まあまあ、さあこれで、やっと得れば、工作隊を。
孫一さんでちょっとやっちゃいましょう。承知いたした。まあこれからね、大変になってくるんで、終わってるね。終わってるので、これを所属変更で、スムカに移転。基本的には全員持っていきたいけど、和田さんと、ああこの2人やだね。誰か失敗したな。ああ、信虎さんか。まだ帰ってきてないね。ほう。さあ、岡崎にちょっと修正度低い人移動しちゃいましょう。
あとは寸布感で内製ができるからですね。進む！傷兵もいないんですけど、物資が圧倒的に足りないんでね、早くこの7万の部隊が来てくれないとちょいと厳しいですね。はいらないんだけどね。
これで、またちょっと他に戻って、内政をやっていきましょう。多分もうそうですね、大丈夫だね。我が領内に向かって敵が進軍中。あっそう、機運城に来たか。帰り雲城ね。からか、またえらいたくさん来たね。
承知いたした。桜村城にね、物資が少なすぎるんですよね。ちょっと9万だけ残して、お任せください。で、駿府館から、速攻でちょっと移動しちゃいましょう。まず違う、あっから移動しよう、高遠城から。で行けるんでね。よいしょ、はい。どうしようかな。いけるか。メンバーがちょっと足りない。鉄砲隊だけ行きましょう。
まいったね、カウンター食らっちゃったね。ではね、ここでちょっと一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。